先ほどの提案営業では、紙の提案書に代わるツールとしてタブレット型 PC のアプリケーションスピリットオブフォレスターを使いました。提案営業をする場合に森林所有者様により多くの情報を分かりやすい形で伝え、森林所有者様の要望に対しその場で答えられるツールです。そうすることで無理のない施業提案をすることができます。林業分野にも変革が求められています。今後は今回紹介した森林管理サービスの提案営業のスタイルや営業ツールの導入が期待されます。このタブレット型 PC のアプリケーションスピリットオブフォレスターにどうぞご期待ください。ご提案させていただきます。